い、どうも、リンガです。今年12月の4、5、6の3日間で開催される東京コミコン2020。今年はオンライン開催となっております。第1弾のゲストが発表されましたね。バックトゥーザフューチャーから、マーティー・マクフライ役のマイケル・J・フォックスとなります。こちらはオンラインのセレブエリアで行われるバーチャルサイン会の参加ゲストとなるようです。日本に来るわけではなく、あくまでもオンライン上のサイン会となりますね。バーチャルサイン会というと、すでにハリウッドコレクターズコンベンションハリコンさんが、開催しているので、おそらくあのイベントのようになるんだろうと予想しています、バーチャルハリコン僕は一度参加してみたんですが、実際にライブ放送で、サイン書いているところを見ることができ、そしてサインが後日郵送されるというものです。 This is for Tomohiro Tomohiro。サイン中は運が良ければ名前を呼んでもらうこともありましたね。サイン会って実際に会って書いてもらう方がやっぱりいいんですけども、このご時世厳しいので、オンラインという形を取るのは自然のことかと思いますね。実際サイン書いてるところを見れるってもうそうそうないので、かなりレアなチャンスだと思います。サインチケットは10月上旬から中旬頃に発売され、価格は今のところ不明となっております。海外サイン会だとマイケル・J・フォックスは、1枚、230ドルぐらいだったので、2万円台が、現実的かなと、思っております。去年クリーヘム10ドル、一昨年のトム・ウヒでも、最大で2万8000円だったので、個人的にはおそらく3万円を超えるってことは、ないんじゃないのかなと思います。これも蓋を開けてみないと分かりませんけどね。去年のコミコンの撮影会の、同伴チケットあったんですけども、売り上げは、寄付されるようですね。その寄付先が不明ということを、耳にしていたんですが、パーキンソン病研究のために活動しているマイケル・J・フォックス財団となっているようですね。もしかしたらコロナがなければマイケル・J・フォックスが今年来日していたんじゃないのかと勘くぐってしまいますけども、ひとまずはお体優先で、無理のないように、してもらいたいですね。今年は、バックトゥーザフューチャーの映画公開35周年ということもあり、今年のサイン会イベントではよく、バックトゥーザフューチャーの、キャストを目にします。東京コミコンより少し前にオフィシャルピックスでも、サインイベントがあるんですね。僕はオフィシャルピックスにすでに申し込んでいるんですが、こっちのコミコンの方も捨てがたいし、どっちを取るか、すごく悩んでいます。東京コミコンのサインチケット買えなかった人は、オフィシャルピックスなら、現地の10月26日まで受け付けているので、買いそびれたという人は、オフィシャルピックスチェックしたいところですよね。今年はオンラインサインイベントだから、チケット争奪戦にはならないかとは思いますが、これも始まってみないとわからないですね。これが第1弾ということは第2弾、第3弾がありますよね。毎年恒例のマーベル MCU 関連俳優にも声をかけてるんじゃないのかなと、予想しておりますが、次は誰の発表があるのか、気になりますよね。実際に日本に招いて開催するのよりもいろんなセレブが参加できる可能性があるんですよね。オンライン上でサイン会なのはちょっと少し残念なところはあるけど、逆を言えばオンラインサイン会でしか呼べないゲストがいるはずですね。例えば MCU だと、クリス・エヴァンスやブリー・ラーソン、DC で言えば、ベン・アフレックとか、ガルガドットとか、もしかしたらそういったゲストを呼べる可能性が少なからずあるんじゃないのかなと思いますね。この数ヶ月すごく楽しみですよね。東京コミコン恒例のゲストのチケット発売した直後にまた大物ゲストが発表されるってこともあるので、まだまだ油断できないですよね。それではまた情報が入り次第、動画でお話ししたいなと思います。ではまたね。チャンネル登録はこちらからお願いします。